くコツを教えろってふざけた話ですよね。その割には太ってるよね。これなんかさ、こういう人形なんなのこれ。それはあの今回の企画はですね、うん、学生愛車の話でございます。嬉しいね。そうなんです。マイカー、ね、うん、マイカーいいね。ほらみんなね、正直言って若い人ね、うん、もう車離れって言われてるわけじゃないですか、うん、その中でね、学生さんなのに車、はい、持ってる、うん、そうなんです。偉すぎる。で今日持ってきてもらった皆さんの、うん、マイカーのね、はい、キャッチコピーみたいなのを皆さんに考えていただいたんですよ、うん、でそれを私たちが見て感じ取って、そう、一人一台ずつじゃこの子にしようかなと選んで、うん、その方の車ここを持ってきていただいて、うん、あれこれ喋るという企画でございます。あ、なるほど、はい、キャッチコピーで却下される場合もあるんだ。そう、あの結構たくさんいらっしゃる中で3人しかピックアップしませんので。はい、でもそこにずっと並んでるじゃないですか。あ、まあまあそうなんですけど、とりあえずこうキャッチコピーだけで決めようかな。あ、そうか、見ましょうよちょっと、うん、あ、そうですか、ね、行きましょう、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあこちらからですか。そうです、そうです、はい、まずは教えてください。革命一三顔シルエイティね、うん、最近ドリフト始めました。おお、はい、ああなるほどね、うん、これいいですよね、うん、まあドリフト始めたってことで、はい、そう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 、始めたって。ちょっとアドバイスは何か、何ですか。まあ始めたばっかだからサイドブレーキ引いて遊んでるのがいいの、うん、なるほど、そうそうそう。なんか聞きたいことは。恥ずかしい、恥ずかしい。なんかコツみたいな。コツはサイドブレーキ引いて。でも、でもさ、初めてすぐコツを教えろってふざけた話ですよね。まずはもうサイドブレーキでスピンターンですよ。走ればそう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 、できますか、スピンターン。まあまあこっち、お、まあ、できてるね、実はできてます、ね、そうしたら今度は8の字だよ。ああ、8の字、そうそう、苦手なんで練習したいですね。それはしょうがない、始めたばっかりだから、ね、まあ、そうですよね、はい、ご主人ドリフト娘だもん、はい、こだわりは FR ドリフトばっかりしてます、ね、ドリフト FR 娘ドリフト強貴重な S13 シルビアをしばきますってねえ。これ持ってる固定性がすごいですからね。女子であんまいないと思う、うん、あんまいない、はい、うん、ドリフトやってる女の子はあんまりいない、うん、貴重な一さん、ね、ね、はい、はい、さあそして続いては一緒に成長挑戦、はい、ほう、もうあの一番シンプルなんですけど、これに尽きるんですよ自分の車は。ほう、デミュー乗ってるんですけど、デミュー、はい、あの、うん、フルノーマルの状態から一から自分と一緒に作ってきた車なんです。うん、パーツも全部、そうです、 LSD も全部自分で組んで、うん、車庫帳も自分でつけて、あの、うん、走って自分でこの物理したところもしっかり直しながら一緒に成長したり、そうなんだ、大会に挑戦したりしてる。え、どのくらい乗ってんの。1年半ですね。約3万5千キロぐらい1年半になりました、はい。え、デフいつ入れたの。デフは、去年の、9月頃なのでちょうど半年ぐらいですかね、うん、はい、1.5? 1.5 ではなくて、ワンウェイのデフを。あ、ワンウェイか、はい、自分でミッション下ろして決めました。すごい、楽しいね。それは大したもん、えらいえらい、本当に。さあ、これ2人ですか。はい、はい、これは何でしょうか。一人でタイヤ潰しても新品買うときは割り勘、共同所有いけない。これはね、うん、女は強いんだよ。あれ、うん、女は強い。何ですか。なんでやっぱさ、二人で共有なわけじゃない。これ実は三人だよね。三 人、 人か、うん、新品買うとき割り勘だよ、うん、ね、確かに。え、女の子、男、男の3人。そうです、はい。あ、でも、でもね、女性大変だよね、人のトラブルの時にも。あ、そっか、ああ割り勘だ。割り勘するから、うん、だからそれだけ稼げないといけないっていうのもあるから。そうですね、まあ、ドラシは折れるからね。とりあえず今のところトラブルを作ってる原因はほとんど自分です、うん、あ、そう、うん、ミッション壊すんだよ。どれがトラブルになっちゃうんですか。いやでもなんかその走りでトラブルっていうよりかはもう結構古い車なので、うん、乗ってる時にそのドラシャじゃない、なんだ、ハブ、左のハブを新品にしたりとか、うん、そんぐらい。あとは何、ハブはしょうがないよ、うん、バンパーのステー破壊したね。あ、バンパーのステーはあの駐車するときに前のワード目が見えてなくてそのまま突っ込んで、それはパンパンを、それはどうしようもないね。それは大丈夫、安い、意味が違う。ああ、さあ続いて35万円シビック、これどういうことですか。はい、あ、私の車両なんですけど、うん、シビック EK4 なんですけども、うん、あの去年、まあ、大学で自分ジムカーでやってて、うん、まあ、先輩が卒業するにあたって、うん、まあ、ジムカーで頑張るんだったらこれぐらいの値段でいいよって、相場的には100万は余裕で超える車両なんですけど、うん、優しい、はい、もう優しい先輩に。35万は安いよ。でもいいよね、だからこれぐらいから始める方がなんかちょっと良くない、うん、と思う。
ねえ、なんかいいですよね。なかなかいいよ。ねえ、35万シビック。いいと思います。ねえ、はい。おう、ドリフトがしたい。はい、大体120馬力でもドリフトがしたい。車 NB。NB です。なるほどね。大体120馬力、いいね、アバウトで。120馬力です。でも十分でしょ。十分十分。全然普通にできる。できますよね。120馬力でも。はい。だからクソタイヤ入れればいい。うん、意味わかります？わかります。はい。うんこみたいなタイヤをケツに履いたら滑るって、うん、そうそうそう、はい、そういうこと、はい、限界学生ドリフターって何これ、はい、まさかのシルビアエンジンプロ、父の40万400馬力の FD を拝借。もともと今4年生なんですけど、うん、大学入る前ぐらいから S15 シルビア持ってて、うん、買った時はデフ入って車高調入ってぐらいのシルビアだったんですけど、うん、もう去年末ぐらいにはもうコンピューターも変わってるし、うん、足回りも全部変わってるし、うん、って感じで、もうあとやることがもうタービンとミッションとか交換するぐらいかな、うん、だったんですけど、年末前ぐらいに学生の全日本のドリフトの大会があって、うん、まあ、それ出て、その出たあとすぐぐらいにもうエンジンブローしちゃって、メタル？コメタですね、コメタブローで。オーバーホールだ、ね、オーバーホールかって感じだったんですけど、うん、お父さんは何をしてんですか？お父さんは板金屋をやってて、もともとこの40万っていうのもほぼ放置車両みたいな FD だったんですけど、それをもらっ買ってきて、うんうん、で今はもうほぼだいたいブレーキとかクラッチもオーバーホールして、今結構綺麗なんですけど、オールペンも。親父イケてるね、うん、あとでもお父さん嬉しいでしょうね。あ、息子がね、やっぱ車好きで、息子がこうやってさ、自分のさ車をさ、うん、なんかね、再生させてくれてんだから、うん、でも親父イケてるよこれ、うん、ね、お父さんすごそう、ね、親父 FD ってかっこよくない？そうね、うん、はい、ありがとうございました、はい、さあ続いて限界バイト、うん、月8000円生活レフトが欲しい。これどういうことですか？大学入ってから、うん、車が欲しくなって、まあ、高校の時からなんですけど、うん、そのずっとバイトをしてて、月々の生活を、うん、もう削りまくって、削った、はい、まあ、実家なので月8000円っていうのができるんですけど、うん、あ、もう実家なの、はい、そうだね。86はいくらで買ったの？86はだいたい180ぐらいですね。あ、高いものだったんで、自動車部に入る前だったんで、うん、相場相場で、でも偉いねこれも、うん、努力してさ、うん、でもご実家にいて月8000円は何に使うんですか？うん、飯ですね。昼飯だ。飯だって朝は食べれるもんな、うん、夜も、夜も食べれる、うん、まあ大体一食をカップラーメンとかで過ごす。その割には太ってるよね。そうですね、まあ、朝夜お家でいっぱい食べればね、お昼だけだもんね。お家、ね、はいいご飯がいっぱい出てくるんで。はい、ありがとうございました。さあ続いて、はい、ジャストフィットのところが好き。ジャストフィット、ジャストフィットのサイズの車ってことですね。そうですね、基本的には、うん、ミニクーパーに乗ってるんですけど。おしゃれじゃんね。なんか自分背が低くて結構、うんうん、なんか男子部員とか乗せると結構狭いって感じなんですけど、うん、自分が乗ると結構そうだね、また目に似合いそうだね。うん、おそろね、え、本当だね、え、ちょっと見てみたいですね。ミニクーパー可愛いよね。可愛い、女の子乗ってると特にね、可愛いよね。ありがとうございます。はい、さあ続いてはオープンしか勝たん。何乗ってんの？はい、NC ロードスターに乗ってるんですけど。おー、うん、NC、はい、オープンが好きすぎて雨降ってない限り、うん、オープンにして乗ってます。偉い。いいじゃんね。偉いわ。うん、走り屋とかではないんだ。そうですね、ちょっと半々みたいな感じですね。だからね、みんなさ、それこそ車はね、買ってから一度もホロを、うん、ね、開けないまま売っちゃう人だって中にいるじゃん、うん、その中でアメリカよ、信じられないですね。ね、はい、偉いよ。オープン好きじゃない？いや、もう大好き、ね、ちょっとあれですね、あ、元スマップの森くんに似てますよね。ああ、言われたことあるないですね。あ、そうですか。あ、なるほどね。まあ、言っただけなんですけど。はい、さあ、どうぞ。続いて、あ、いた、はい、演劇部。あ、簡単、演劇部の。あ、なんでだか、全部突き込んでるってのは。いや、もう自分が DC5 のインテアールに乗ってるんですけど、うんうん、お金も時間も単位も信頼も人権も命も全部インテに吸い取られましたね、うん、もうあれ車以外は何も残ってないですかね。嫌な人生ですね。いや、でもだから何を得たっていうものも全く何もないんですけど、でも偉い、今泊まれるっていうのはちょっと考えられないかな。それでいいですよ。俺ら彼偉いなと思うのは、見返りを求めてない。ああ、なるほど。車が好きってことがもうそれだけで、うん、じゃあ何があるかって偉いよ。確かに。考え方が。だってそうだよ、普通だったらさ、俺の青春返してくれって言うじゃん。
ないんだもん、うん、これはこれでまたいいと思いますよ。いいよね、なんかもう青春を全部つぎ込んでるんだもん。車ばかり1台ですよ、ねえ、いいと思うよ。いいと思います、ありがとうございます、はい、さあ続いて、はい、どうぞこっち来てください、はい、7月広島高田ダート地区戦デビュー目指します。さすがね。もともと車を買った理由が、うん、あの地区戦デビューをしたくてダートで、うん、で購入したんですけど、まあ、初どこの会場にしようかなと思った時に、うん、ちょっと広島まで頑張っていこうかなと思って、うん、なんで広島なんですか。学生の全日本の大会が広島であるので、うん、ちょっと練習にちょっとね、え車は車は、DC2 ダート車の、青春かけてますよね。ダート、うん、いいね。いいですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、さ最後ですか、はいはい、スバリストじゃないです。あ、それじゃあ何乗ってんの。新型の BRZ です。あ、 BRZ 乗ってんの、はい、あ、そうか、その勘違いされるの嫌なんだ。なるほど、ね、BRZ に乗ってるからって乗ってるんだけどもスバリストじゃないよ、うん、なるほどなるほど。でも新車で買うと結構こう350万、ね、高いよね、うん、どうやって貯めたんですか。いや、一旦親に払ってもらって、それはそうだよね、それで返さないんでしょ。返していくっていうことで。でも86より BRZ が良かったんだいや、BRZ が良かったというよりかは納期がめちゃくちゃ早かったので、2月に納車したんですけど、うん、いつ注文したの。11月とかです。あ、3ヶ月か、はい、それは早い、うん、86はね、うん、遅いもん、ね、1年また待つよりね。そうですね、うん、はい、わかりました。じゃあもう一回行きます。じゃあテリーさん、俺はだっていいじゃないですか。あー、オープン、さっき言ったから、ね、オープンね、そう、はい、私あれで来てケイちゃん、私じゃあ35万円シビック行ってみようかな。35万円シビック、うん、ボロボロですよ。ボロボロかな。もう多分もう今頃溶けてないですよ。もうちょっとどんだけボロいかも見てみたい。蹴飛ばしてもいいですからね。ボロだと。じゃあ35万円シビックさあ土屋さんは。俺はで、じゃあね、何がいいかな。スバリスト、スバルドノーマルだから、うん、じゃあ、うん、やっぱりドリフト系、ドリフト始めましたで。ああ、始めた。おお、はい、彼ね、始めました。いいですね。ね、うん、冷やし中華じゃないんですよね。ね、本当。違うね。違うね。だからどんな車に乗ってるか見てみたいですね。見たいですね。ね、じゃあこの3台に決めました。はい。はい、そんなにボロではないよこれ。え、これ35万円で買ったってことですか。そうです。それであとはど足したのは。とパワーステとかがダメだったので、そこら辺をショップの人に修理してもらって、うん、まあその修理でだいたい20万円ぐらいだったので、うん、まあトータル50万ぐらいで済まりました。なんかかっこいいね。どんがら走り屋。ね。あ、本当だ。イニシャル D 風だよ。いや、35万円にしたらしっかりしてないですよ。いや、全然いいよ、全然いい。ね、いや、な、男じゃないこれ。うん、いや、いいよこれ。男らしいな。いや、なかなかいいよ、ね、いい、いい、そんなボロじゃないよこれ、ね、全然ボロじゃない、うん、で、これのさ、なんかね、あのゴム関係もね、はい、全然なんか、うん、ね、劣化してないし全然ボロじゃないよ、ね、内装もちゃんとしてるし、これ塗装再塗装してんの。あ、いえ、これ多分オリジナルのままですね。そうですか、うん、あ、オリジナルで綺麗だね。うん、綺麗綺麗、全然綺麗。やっぱこれもね、黄色くなっちゃうね。これもしょうがないよね、うん、古いもん、うん、いや、これ磨けばなんとかなるよ。そうです。あ、そう、あと、うん、あの、もともとEK4 って B16A っていうエンジンなんですけど、うん、これは DC2 の B18C に換装されてまして、うん、普通の B16A よりは多分速いと思います。速い。エンジン乗り、ね、乗せ替えてるんだね。偉いね、うん、いいですね。いや、いいよ、いや、いい、こいつここからスタートするのがね、いいよね。僕はもう一番最初に買った車って、うん、40万円のカリーナだったんですよ。いいじゃない。そうなんですよ。カリーナ、カリーナ買って、トンネルを抜けたら晴れだった。そうそう、そう、ああいう車ですよ、ね、で、その後僕はワーゲンに行ったり、はいはい、もうみんな安い頃ですよね。 あともう自分でキャンピングカー作ったりしてました、はいはいはい、大学時代。あ、そう、はい、大学で何やってたの。遊んでました。そこは遊びすぎたからもう一回大学院行ったんですね。そうそうそう、それでまた最近大学行っちゃったんですよ。私のおすすめのですね、はい、島崎くんのオープン、これですか。はい、これです。いや、これいいですね。これはドノーマル。ちょこちょこいじってあるところがあります、ね、車高はちょっと低いか。そうですね、うん、ね、でもこれ当時のオプションのホイールだよね、はい、あ、そうなんです、そうです、うん、そうそうそう、おー、 BBS の、あ、 BBS ありましたね、うん、それで、これね、実は3代目なんですよ、うんうん、で、これいいです。僕実は初代乗ってたんです、うん、あ、そうなんですか、初代乗ってたんで、僕もオープンが大好きなんで、今も
僕あのビート乗ってたり、はいはいはい、だから大好きで、あとこれ程度いい、うん、程度はいい、うん、確かに。ありがとうございます。これでもいじってないよね。そうですね、前オーナーも完全に純正で乗ってたんですけど、うんうん、ちょこちょこ全然いじってない、なんか、あ、不具合はない、不具合ないですね、全くないでしょ、これいじってないもん。でね、これね、何がいいかっていうと、そんなにね人気があった車じゃないんですよ。ああの、発売してる時ね、はい、確かに。でも実際今乗ると、うん、なんかもうブリティッシュの匂いがして、うん、でこの色がまたいいね。このなんかね、ある程度パワーもありますね。そうそうそう、ね、これいいな。あ、ナンバー1変えてるね。そうですね、うん、これちょっとこの顔がニッコリフェイスが好きなので、これを押し出す感じで。雨漏りはしないですか？雨漏りしないです、ね、おー、いいです、ね、松田の車だからね。まあそうか、うん、松田の車バカにしてないし。これもう少しね磨くと綺麗になるよ。そうですね、これやりたいと思ってます。あ、うん、あ、これここ結構ポイントなんですよ、うんうんうん、あのだってこれはクリアのあれやると、はいはい、結構こまめにやらないとダメなんですけど、ね、くすんでくるとなんかね古臭いもんね。そうそうそう、これはできます。そうか、ね、あと今だったらパーツあるしね。そうですね、うんうん、あ、これいいですね、シックでいい感じ、はい、うん、お、これだ。あ、これまたいいじゃないですか、うん、ドリフト始めました。シルエイティ、まこちゃん、うん、始めたけど、うん、あんまりガンガン走りたくないタイプ。あ、そうなんですか。どこにもバンパーに傷がないもん。ああ、じゃあ根性ないですね。確かに根性ない。ないね。なんかちょっとね格好趣味ですね、岡サーファーみたいなもんだな。あ、うん、あのね、ちょっと滑ったぐらい。ドリフト始めましただから、うん、人と走りたくないの、うん、人と走るとバンバー跳ね石くるから。あ、そっか、勝手に決められてるやつ。どうだろうそれは。いや、でも傷ついてた方がかっこいいですけどね。それはそうだよ、うん、それはそういうもんよ。でもね、全然ないよね、うん、全然ない。まだ始めたばっかり。なんでこれ、こんなんかさ、こういう人形なんなのこれ。それはあの、いつも部活で壮行会行くときに、うん、宿泊まるんですけど、うん、その時の枕です。あ、枕、高さがちょうどいいね。あ、枕ね、可愛い。相手寝てたら気持ち悪い。いや、なんかね、ほんとほら、彼女にもらったのかなって。あー、なるほどね、うん、ほら、だってキャンバーもついてないもん。確かに。さあ、どうでしょうか、土屋さん。面白い、面白い、うんうん、日本も捨てたもんじゃない。ほんとだよね。だってさ、やっぱこう、うん、車好きっていうのはさ、うん、やっぱこう繋いでいかないと、うん、ね、本当ですよね。やっぱこう、うん、若い子たちがこうやってさ、うん、いろんな車の楽しみ方してんじゃない、うん、ジムカーナーとかダートラとかさ、はい、ドリフトとか、うん、でそういうのがやっぱこう子供たちにさ、うん、孫たちに繋いでいくわけじゃない。本当だよね、車楽しいぞと、ね、でさっきね、ほらお父さんの車をさ、はいはいはい、自分が ね, ね、なるとこういうのなんか嬉しくない、うん、そう、やっぱお父さん車好きだと子供車好きって多いですよ ね, ね。昔はすごい多かったじゃないですか、ね、でこれが会話にもなってですね。うちなんかもそうだったんですよ。あ、そう、うん、うちの親父がね、ずっと車好きで、俺も好きで、うんうん、で親父ね、親父クランのずっと乗ってたから、うん、親父最後ぐらいなんかスポーツカー乗れよって言ったら、うん、親父、うん、そうかっつって Z 乗ったんです。おー、そうなんだ。でもそれは最後の親父の車だったんですけども、うん、すごい思い出になるじゃないですか、うん、だからぜひ皆さんもね、これからも車好きでいてほしいなと思いますよね。車で楽しんでいただきたいと。どうでした？いや、いいです。嬉しいです、やっぱこういう車好きの方々に会えると、ね、いい、うん、そう、まだまだね、うん、私たちも頑張れるぞみたいな ね, そうですね、うん、あとね、女の戦い面白かったね。あ、そうだね、仲悪かったですね、女の戦い。ねえ、ね、やっぱさ、最近ね、こう女でも、うん、あんなに上手い子がいるんだっていうさ。そうだよね。普通さ、なんか女の子ってこう、あ、怖いな怖いなみたいな運転じゃない、うん、なんか思い切ったブレーキングがするしさ、うん、確かにそうですよね。いや、下手な子がいなかったじゃん。あ、そうです、みんな上手かった、ね、そうだ、この辺からあれじゃないですか、今やってる競争女子選手権とかにみんな行ったりするじゃないですか。あ、そうだ、競場、ね、だからこの番組見た女の子たちが、うん、あんな女より値のが早いよって出てくると思うよ、俺、うん、かもね。なんか次は特攻区とか来てほしいんですよね。でもちょっと見てみたい。あ、そうですね、うん、ちょっと見てみたい、うん、はい、ね、まあそんなわけで、はい、また次回を、はい、お楽しみに、はい。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。